角の頭、ね、鎧兜みたいですよね。だから別名兜などとも言いますけども、この内側にしっかりと食べられる身がついてるんです。今日これもこの後途中で学校が休みということで、小さなお子さんあるいは女の子もおめえですね、お待たせしました。今年も今日を含めて20区、30、30と3日ほどで今年も終わってしまいますけども、この建物も31日まで営業いたします。今年の9月24日にこの建物がオープンして3ヶ月とちょっとということですけども、水曜日の定休日以外毎日毎日1時から解体ショーを行っておったんですけども、この前開幕に来まして、東京の豊洲市場も30日で終わりということで、今日と明日の2日間、これで今年の、マグロの解体ショーは一区切りをさせていただくことになっております。また年明けから元気に始めてまいりますけど、まあ、黒まで言いませんけども、非常に赤が黒ずんでます。実はこれはですね、4分の1石に相当重い色でございます、ね、赤がちょっと濃いでしょ。決して鮮度が悪いわけでもない釜です。